ゼア川は、ロシア極東部のアムール州を流れる長さ1 2 4 2トルの川で、アムール川の大きな支流の一つである。中国での故障を、世キリエという。スタノボイ山脈の一部を成すトキースキースタノビク、山脈に発し、水力発電所で知られ、東西方向に連なる巨大なダム湖、ゼア湖を経て、ゼアの町を流れ、広大なアムールゼア平原に出て南東へ展じ、 北東からの大きな支流、セレムジャ川を合わせて南西へ向きを変える。ゼヤブレヤ平原に入り、クラスノヤロボや、シベリア鉄道がゼヤ川を渡るスボボードヌイの町などを、流れ、ブラゴベシチェンスクでアムール川に交流する。ゼヤ川と、中州流域であるアムール川北岸は、昭光安霊山脈が連なる中国領の南岸とは、違い、アムールゼヤ平原など、比較的平坦な地形である。 11月から5月にかけて凍結するが、残りの時期はこれらの都市を結ぶ重要な航路となる。主な支流に、ウガン川は徳川、ムルムガ川、ブリアンタ川、ギリウイン川、ウルカン川、サガン川は、クプリ川、アルギ川,川、デプ川、セレムジャ川、トミ川などがある。ありがとうございます。